ジャニーズ問題の闇、事務所を退所しただけで仕事を奪われたタレントをどう考えるべきかと、うん、これデイリー新潮が書いてるものなんですけど、はい、ジャニーズ事務所の創業者、うん、ジャニー喜多川氏による性加害問題などを理由とし、 NHK は同事務所のタレントの出演依頼を行わないことを決めた。大晦日の NHK 紅白歌合戦もジャニーズ勢のゼロは確実、それどころか同局での復権の道も険しそうだ。またジャニーズ勢の救済を求める声も上がっているが、それなら同事務所を退所しただけで仕事を奪われた元所属タレントへの補償もすべきではないかと、まあ、かなり一歩進めたことをこれ書いてるんですけど過剰だろそれ、テレビの仕事が激減するじゃないですか、はい、まあ、辞めた人って。そうです、まあ、実際だってスマップの元メンバーとかって、うん、はい、全然見なくなりましたもんね。もう100分の1ぐらいになったんじゃない、うん、仕事100分の1どころじゃないぐらいか。で例外があって、はい、中居正広さん、はい、個人事務所のんびり中居を2020年に設立したんですけども、はい、まあ、今もレギュラー番組っていうのは終わってないんですよね。そうですね、うん、ジャニーズに干されてないと、はい、でのんびり中居はマネージメント業務などをジャニーズ事務所に委託しており、うん、実質的に同事務所の系列会社と考えていい株式会社 TOKIO に近いと、はい、いうことなんですね。そうでしょうね。まあ、これ最近話題になってましたけど、株式会社 TOKIO も、うん、株主は 100% ジュリーさんだったジュリーが持ってたそう、だから全然独立したかのようでいて全然そうじゃなかった。中居君も実質そういう状態で窓口はジャニーズ事務所に抑えられてて、うん、まあでも中居君にしてみたら忠誠誓ってたんでね、うん、ジャニーさん死んだ時に骨をね、あ、自分で、はい、と僕には考えられないけど、うん、骨をなんかポケットに入れてるっていうか、はい、ペンダントかなんかみたいなのにして、うん、ずっとちょっと怖いですよね。ちょっと怖いですよジャニーさんの、うん、そうそうそうとの関係が、うん、そう自分はこれだけつながってるんだっていうのを見せてましたんでね、うん、あれはちょっと 今考えると、うん、あだとなったなっていう、そうですね、まあ、当時僕これやばいことやってんなと思ってたんだけど、うん、あれをまともにテレビ局もやってたわけですよ、はい、周りの人も止めなかったわけですよ、はい、でほらスマップが全員出てきて謝る、ジャニーさんすいませんでしたっていう謝罪会見もやらせたでしょ、あとスマスマで、スマスマで、はい、あれ自体も本当におかしな番組を作らせるぐらい、うん、テレビ局もそのおかしいな、うん、そういうそのモラルとかね、そうですね、そういったものがジャニーさんすいませんでしたっていや全国民に見せる必要あるのか、ジャニーさんに謝る機会をいただきましたみたいな、そう草薙くんが言ってましたけどね、そう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 、はい、本当に、まあ、変な話ですよね、変な話、でですね、はい、まあ、そのジャニーズ勢の救済を考えるなら、うん、退所組、うん、まあ、その辺の補償もやったらいいんじゃないかっていうことをこの新潮では、うん、新潮のこのね、はい、ジャーナリストの方がこの記事も変な記事だね、そうですね、うん、なんか、まあ、ただやっぱりそれだけ意欲を持っていたというか、はい、その圧力、うん、だから今回の会見で、うん、まあ、前回同様ですけど、はい、白波瀬っていうその人物が出てこなかったのはどうなんだっていうのは、うん、もうその通りだと思うんです。彼が全部知ってるでしょうからね、うん、はい、だって存命でやっぱ知ってるって彼ぐらいしか、うん、そうですね、うん、もう全部知ってるでしょうね。だからそこを引きずり出してこないと、はい、だからビッグモーターの息子と、うん、白波瀬を出してこないとビッグモーターの息子小魚ぶりが半端ないな それと比べたらまあでもね、ビッグモーターもすごい巨額の金が動いてたんで、うん、だけども本当にまあ出さなきゃいけないでしょうね。そうですね、白波瀬さん、まあでももうすごい金もらって口止め料もらって退社したと思うんですよ、うん、だからで絶対出てこないでしょうね、うんうん、そうですね、うん、なんか今食卓職員みたいな感じで、はい、社員みたいな感じで、うん、所属はしてるっていうのは発表してました、はい、だからもう本当巨額の退職金もらって、うん、口止め料になっちゃってると思いますよ。そうですね、はい、でまあ、この問題っていうのは、うん、やっぱそのジャニーズ事務所が、うん、タレント引き上げますよっていうのをちらつかせて、うん、テレビ局に圧力かけるから、うん、テレビ局が忖度して、うん、まあ、ジャニーズに都合のいいように動いていたっていうのがあるわけですよね、うん、はいはいはい、でこの前の会見で、うん、ルールを守っていた、うん、実はナックルズが、はい、なんか質問を当てられた時にちょっと笑いが起きてましたけど、うん、実はナックルズが、はい、なんかこういう圧力あったって言われてますけど、はい、今後はどうなんですかっていうのを問われて、うん、いやむしろ応援したいと思ってますっていう東山さんの現地を取っていたので、あれはなかなかいい質問だったんじゃないかなと、うん、でももはやね、そんな力なくなったんじゃない。そうですね、ジャニーズ事務所、うん、もうこれ今回本当に崩壊しちゃってて、うん、まあ、東山さんではちょっともう実業界の
中をね、うん、切り盛りするって力はないんじゃないかと思いますね。そうですね、はい、いやだからなんであのタレントを社長に据えたんだっていう、うんうんうん、そうだってあのジュリーさんだって、うん、まあ別にやり手っていうわけじゃないですから全然もうあれは全然できないですよ、うん、あの社長の器じゃないですよね、うん、そもそもビデオでしかできなかったし、うん、あの質問受け付けないっていう状況だったしね、うん、はい、そうですね、うん、まあ、この問題というのはまだまだあの続いていくんじゃないかなと思いますけど、うん、まあね、やっぱり紅白に出れないっていう、うん、そこがやっぱ一番大きいでしょうね、うん、であと年末のカウントダウンライブ、はい、あのフジテレビでやってたやつも、うん、多分今年は放送できないでしょうから、そうですね、うん、まあ、ジャニオタが、うん、有料で、はい、あの配信みたいな感じでやるんだったら、まあ、相当数買うとは思いますけど、はい、このジャニーズ問題を、うん、まあ、ここに書いてある早くネットフリックスでドラマ化してくれっていう、これは本当にすごい視聴率取れるんじゃないかと思いますよ。ネットフリックスならできますね、はい、ネットフリックスならやれると思いますよ、うん、いかに巧妙な手口で汚いことやって、うん、でテレビ局も応じて、うん、それであの欲しいままにしてたかっていう、うん、日本のテレビ局じゃ無理ですね。日本のテレビ局はもう当然隠してたわけですから、うん、あのテレビをとにかく潰したいんですよね、うん、本当に、はい、新聞テレビの独占体制があったからであって、自由化さえしてれば、うん、反対のジャニーズが嫌いな、うん、ジャニーズに嫌われたテレビ局が出てたはずなんですよ、はい、そうしてれば必ずあの問題を絶対やってたはず、うん、なんですよね。まあ、基本もう日本って横並びですからね、はい、そう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 、テレ東がちょっと、うん、まあ、ちょっとベクトルの違うなんかまあ金がないっていうのがあったんでしょうけど、うん、そうですね、いや僕嫉妬心じゃないんですよ、あのちゃんとしたテレビが見たい、僕はどっちかというと保守系のチャンネルが欲しいなっていうのが、もともと僕はテレビの自由化において欲しかったんですよ。フォックスみたいな、うん、フォックスはちょっとあのあれだけども、でも日本でもやっぱ保守系のチャンネルが1個あれば、まあ、産経新聞のテレビ版みたいなやつですよ、うん、フジテレビじゃなくて、ちゃんとそれがあれば、うん、あのこんなおかしなことにならなかったんじゃないかと思うんですよ、うん、だから例えば安倍政権を全部が叩いたとしても、安倍政権を支えるチャンネルが1個あってもよかったはず、うん、まあ、支えるというか、まあ逆張りというか、そうそうそう、それがあったらよかったんですよ。だからそれを考えたってやっぱりジャニーズが他の局がやっても、うん、アンチジャニーズでね、うん、実力のある歌手しか出さない番組っていうの、うん、音楽番組をね、うん、やってればそれが好きで見る人もいたはずなんですよね、うん、それが毎回どのチャンネルも音楽チャンネルもジャニーズ枠っていうのを作って、 ね、それでジャニーズに対抗するやつは出さないっていう体制を作ったから、うん、テレビ離れもどんどん激しくなったわけで、まあ、ただこれなんか難しいですよね、うん、だから結局ジャニーズを出したら数字が取れるっていう構図があったからこそ、うん、多分どのチャンネルもみんな出し始めたっていう、はい、でなんかもう逆らえなくなっちゃったっていう構図があると思うし、でもマジで音楽好きな人はもうテレビはダメだってやっぱ思うわけじゃない、うん、あの下手くそな踊りと歌に対して嫌悪感あってチャンネル変えてっていう形になってたわけで、うん、